こんにちは、ゆふなつきです。はい、というわけで今日はお久しぶりの質問コーナーをやっていきたいと思います。なんとなんと、ありがたいことにチャンネル登録者様が10万人突破したので、それを記念して10万人突破質問コーナーをやっていきたいと思います。あの10万人の盾みたいのがちょっとあの実家の方に届いてるので、ちょっとこの辺に写真を貼っておこうと思うんですけど、皆さんいつも見てくださってありがとうございます。というわけでインスタで質問を募集したので、早速答えていこうかなと思います。いっぱいね、本当にたくさん送ってくださって、この中からちょっと何個か選んで読んでいこうかなと思います。質問コーナーするのいつぶりだろう。3月とか、だからもう半年ぐらい経っちゃう、多分多分。はい、年にね4回ぐらいやりたいなって思ってたんですけど、いつの間にか半年ぐらい経っちゃってました。はい、というわけでちょっとやっていこうと思います。今までにやったことあるバイトありますか、おすすめ知りたいです。これもどこかの質問コーナーで答えたかもしれないんですけど、まず一番最初にやったのがローソンのバイトと、あと純水炭タピオカ屋さんをやってて、で上京してからは、あ、上京する前にあの派遣のバイトをしてました。コンビニの惣菜作ったりをして、で上京してからはあの渋谷のセンター街にあるめっちゃ混んでるしゃぶ葉があるんですけど、そこのオープニングスタッフで働いたりとか、あとはなんだろうな、あとカレー屋さん、筋肉カレーっていうカレー屋さんで働いたりかな。そのぐらいかな、バイトは。だと思うんですけど、やっで良かったというか、おすすめはどれだろうな。でも私個人的にコンビニ結構楽しかったかなと思います。なんか私が住んでた家の近くのコンビニだったんですけど、あの田舎というか、あのトラックを運転する方がよく来てくださってて、なんか常連さんが多かったんですね。だからなんかその人がもう買うものを覚えてきたりとか、なんかそのお客さんとの会話とかも楽しかったので、コンビニはおすすめかなと思います、個人的に。でもタピオカ屋さんも楽しかったな。なんか福岡に初めて純水炭ができるってなって働き始めたんですけど、あれも良かったです。まあでもなんかバイト先の人が本当に優しい人ばっかだったので、それは大きいかなと思います。やる気がない時のご飯どうしてますか？私は一人の時は自炊を正直しなくって、あの、その辺で買っちゃったりとか、あとは、あの、鍋とか適当にパパッと作れるものだったりとか、あとはご飯になんかかけて食べるとか、本当に適当に食べちゃうので、まあ、誰かと一緒にいて、夫とかといて、ちょっと今日ご飯作る気ないというか、体調悪かったりする時は、鍋とかおすすめかな。栄養も取れるし、ヘルシーだし、美味しいので。鍋はね、本当にいいです。何か肌管理はしていますか？施術など。なんか韓国でぐらいしか多分肌系はやったことないんですけど、一番効果を実感したのは、チタニウムリフトっていうやつかな。私本当に肌が薄めで、たるみやすいんですよ。だから、そのたるみをキュッとしてくれる、なんか骨にピタッとしてくれる施術らしくて、それは、一番効果を実感したかなと思います。なんか顔がキュッてなる感じがしました。私個人的にはあのリジュランとかスキンボトックスはめっちゃやってよかったっていうよりは、まあ、2、3週間調子が良かったなって感じだったので、肌質だったりとかその受ける病院とかにもよると思うんですけど、1回ぐらいしか受けてないかな、多分それは。なので私が今一番良かったのはチタニウムリフトかなと思います。でもその病院に行ってしっかりカウンセリングしてもらって、自分の肌に合うのがおすすめかなと思います。持っているカメラを教えてください。今撮ってるのがこれが DJI ポケット3っていうあの小型で、あの Vlog とか持ち運ぶのに、 Vlog とかを撮るのにちょうどいいカメラなんですけど、あとは今あのよくあの YouTube を撮ってるカメラはこっちで、これはソニーの Vlog カムのなんだっけ EV10 みたいな名前だった気がします。とあとはインスタの写真とか撮ってるのは、GR の 3X、 リコーの GR3X っていうカメラです。
旅行でおすすめしたい国はどこですか？私本当に海外に行ったのがこっちに引っ越して初レベルだったので、その今まで行った国っていうとそんなに多い方かわからないんですけど、最近行った中では Vlog 出したトルコ、カッパドキアもすごい良かったし、やっぱりあそこでしか見れない景色があるので行って良かったなって思ったのと、あとタイも最近行ったんですけど、後々 Vlog 出そうかなと思ってるんですけど、タイも良かった。でもいつだっけな、6月か5月に行ったんですけど、暑すぎたのであんまり夏はおすすめできないんですけど、ご飯も美味しいし、あとは物価もめちゃめちゃ高いっていうわけではないので、まあ、ちょっと今円安の関係でどこも高いと思うんですけど、タイも良かったかなって思います。ゆふちゃん夫婦が本当に憧れです。良好な関係を築く秘訣は何ですか？ありがとうございます。良好な関係を築く秘訣っていうのは特に普段から意識したことはないけど、ちゃんと思ったことを言うこと、相手に伝えることと、あとは何か悪いことをしちゃった時とかは謝る、お礼を言う時はちゃんとお礼を言うっていう、もう本当に当たり前のことなんですけど、それをちゃんとというか、そこはちゃんとしたいなって思ってます。それぐらいかな。なんか何かを意識してるとかは特になくって、ありのままで過ごさせていただいてます。はい。なつきちゃんはしんどいって思う時どうやってモチベ上げてますか？しんどい、疲れたなって思う時は本当に何もしないかもあとは友達に会ったりとか、まあ、あんまりわしんどいなって思うことそこまでないけど、何もしないかも。もう何もしない、やることは先に済ませるか後にちゃんとやるか決めて何もしないかも。本当にしんどい時はかな。モチベを上げるっていう意味では、でも周りの友達とか旦那とかもそうなんですけど、なんか尊敬できる、人間として尊敬できる人が本当に多いので、本当にみんなが頑張ってるからすごいモチベーションになるというか、私も頑張ろうって日常的に思ってます。日本に帰国してる時は旦那さんのために作り置きなどしていますか？していませんというのも私が日本に帰るときはだいたい旦那のお仕事の関係でこっちにいないときに合わせて帰ってるので、作っていません。はい。オランダに住んでてこれだけは耐えられないくらいの不便なことありますか？なんだろう。でもどうだろう、ベルギーのとき思ったのは再配達の日時が選べないこととか。でもそれって日本が本当にすごいだけでこっちでは当たり前らしくて、例えば荷物が届いて不在だった時に隣の家の人に預けられてるとか、日本だったらありえないけど全然こっちでは普通であったり、あとはなんだろうな、もう結構もう1年半ぐらいヨーロッパに住んでるので、なんかうわこれ不便だなって思うっていうよりはもうなんか慣れてきた。最初の方は多分何個かあったんですけど慣れてきちゃって、ちょっともう忘れたというか、その不便に感じてない部分もあるかもしれないんですけど、なんか水が硬水だったりとかもなんかいろいろ対策してたら、まあ、どうにかなってる部分もあったりで、日本食スーパーに行けば日本の食材も揃うし、なんだろうな、特にないかもしれない。やっぱりベルギーに住んでた時はブルージュっていう町に住んでたんですけど、そこが観光地だったので日本食スーパーとかが車で1時間半ぐらいかけて行かないとなかったんですけど、今オランダでは今ロッテルダムっていう町に住んでるんですけど、そこは日本食スーパーもあるし、もうそれだけで全然違うかも。日本食スーパーあるかないかで結構違うかも。ベルギーの時はもう日本で調味料を買いだめしてキャリーパンパンにして帰ったりとかしてたので、調味料とか野菜とかをアジアンスーパーで買えるのはめっちゃいいなって思いました。あ、でもありました、車の運転が。やっぱりこっちってなんだろう、譲り合いではなくて入ったもん勝ちみたいなところがあって、例えば前に入れてもらって日本でありがとうみたいなチカチカとか鳴らす感じとかあると思うんですけど、そういうのとか一切なくても入ったもん勝ちなので、私は基本的に運転しないんですけど、そういう面では車とかは難しいかなって思います。
ゆひちゃんのような美肌に憧れます。何かサプリなど飲んでいますか？今ちょっと絶賛荒れてるので恐縮なんですけど前の動画、インナーケアの動画で日常的に取ってるサプリは紹介したので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。そっちの方が多分詳しくいろいろ話してるかなと思います。明大前住んでましたか？おすすめあれば教えてほしいです。明大前住んでました。上京してから茨城に引っ越すまではもうずっと明大前に5年ぐらいかな、いや全然嘘ついた、4年ぐらいは住んでて、明大前で3回お引っ越しました。明大前の1個目はシェアハウス住んでて、その後は一人暮らし2回違う家に住んだんですけど、明大前のおすすめはソウル園っていう焼肉屋さんが本当に美味しくて、私が初めて行った時は21ぐらいの時だったので全然そんな混み合ってなかったんですけど、ネギが挟まった牛タン、ネギサンドみたいながあるんですけど、あれが TikTok とかでバズっちゃってすごい今混んでるっぽいんですけど、ちょっと最近は行けてないんですけど、めっちゃ美味しくてもう週1ぐらいで通ってました。あとは家の近くにあったんですけど、なんだっけな、インドカレーのお店、ナン食べ放題のお店があるんですけど、そこも美味しくてよく行ってました。ちょっとお店の名前が思い出せないけど、あそこの、全然どうでもいい話なんですけど、そこのカレー屋さんで私階段を雨の日に踏み外して下まで落ちたっていう経験があります。お尻と背中がね、もう擦り傷まみれになってめっちゃ痛かったです。はい、そんな感じです初めて10時間以上フライトある旅行で不安です。快適に過ごすアドバイスあったら教えてください。私も長時間、初めての長時間フライトが夫が引っ越してからベルギーに行く時だったんですけど、エコノミーはやっぱり座ってると足のむくみがもう爆発しそうになっちゃうので、メディキュットとか着圧系を絶対履きます。もうないと乗れないぐらい絶対に履いてる。あとはスニーカーとか履いてたら脱いじゃえばいいんですけど、楽な靴履いていくといいかなと思います。機内の感想は、気になったことはそんなにないかも。一応気にして持ってったりはするけど、あ、今乾燥してるなっていう感じではないので、乾燥とかよりもむくみやすい方は特に、ちょっとパテのねいびきが今すごくて、入ってるかな、大丈夫かな、終わったはい、かなぐらいかな。あとは何だろう、あとは私がちょっと気にしいというか、私がちょっと気を使っちゃうだけなんですけど、シートとかを倒しづらいじゃないですか。後ろの人がいるとちょっと気使って倒せないので、私はなるべく一番後ろ、なるべく後ろ、トイレの直前らへんの席を取るようにしたりとか、あとはトイレに行くのもちょっと隣の方が寝てたらこうね行きづらいなっていう時もあるので、なるべく通路側を取るようにしてます。それぐらいかな、はい、そんな感じです。体型維持の秘訣は何でしょう？食べないダイエットをしないことです。実は私日本でまた増量しまして、今まあ50キロ51キロぐらいあるんですけど、前体型維持の動画を出した時は48キロぐらいだったんですけど、そこら辺をずっと上下してるんですね。だから増えすぎても、そんなに気にせず、普段通りの生活をして落としていくっていうのが私の基本的なダイエットなんですけど、そうだな、一人の時とか、今日とかも一人なんですけど、一人の時はちょっと控えめにしてみたりとか、でも基本的に夫といる時と友達といる時は気にせずに食べるので、なるべくできるところで調整する、食べ過ぎた次の食事ぐらいはちょっと軽くしたりとか、そのくらいかな。もうなんかあんまり 2,3 キロの増減を気にせずに、食べ過ぎちゃう時ももちろんあるので、動いてたくさん歩くとか、パテポテト歩いたりとかが多いかな。なんか若い頃の方が断食とか、若い頃って言ってもまだ私26歳、どうかな若い頃もうちょっとね、10代とか20代前半の時の方が食べないダイエットというか断食したりとか、1日1食とか、もうなんかその時期ってやっぱりすごい体型気になるから、いろいろダイエットとか、なんか18時間ダイエットとかいろいろ検索してたんですけど、結局は続けられる方法が大事だなっていうふうに思うので、あんまり体重に一喜一憂しないっていうのは大事かなと思ってます。
おすすめのデートスポットを教えてください。デートスポットって言われると難しいけど、やっぱりベタに行くとディズニーとかはよく行ってたのと、あとは箱根とか熱海とか、ちょっと一泊あればゆっくりできるとこに行くのがいいかなと思います。まあ、年齢もねあると思うんですけど、20代前半の時はもうなんかいっぱい旅行で、なんだろうな、観光とかいろんなとこ行きまくるって感じだったんですけど、20代後半になってからはなんかちょっと宿でゆっくりしたりとか、だらだら過ごすというか、温泉とかの方が好きになってきたので、まあ、デートスポットっていうか友達と行く時も変わらないんですけど、最近はゆったりする旅行が増えたような気がするかな。あとはでもデートスポットって難しいな。なんか美味しいご飯を求めて旅行に行ったりとかするので、って感じですね。好きなスタバのドリンクは何ですか？ほうじ茶クラシックティーラテが一番好きです。あれって定番化したのかな。なんかずっと私が日本にいる間はあったんですけど、あれってもうレギュラーになったのかな。もうあれ去年めっちゃ好きでずっと飲んでて、期間限定だったじゃないですか。だからなくなっちゃってめっちゃショックだったんですけど、なんか今回はずっと帰国してる間あったのでめちゃめちゃ飲んでました。でドハマりしすぎて、ほうじ茶のあの粉末、全然スタバと関係ないんですけど、なんか溶けるほうじ茶の粉末みたいのを買ってきて家でも今作ってます。好きな人とご飯行きたいけど誘えません、どうやって誘えばいいですか？難しいな。私だったら LINE で何々好きって食べ物、例えばサムギョプサル好きみたいな、ちょっと気になってるとこあるから何日行かんみたいな感じで誘ってみるのはいかがでしょうか。ちょっとその人との関係値にもよるけどね、友達とか、ちょっと友達というか知り合いとかちょっと仲良くなってる状態だったらラフに誘うかも。何時間睡眠ですか？今日は夫がいなかったので、昨日と今日はいなかったので昨日3時に寝たんですね。で普段は8時とかに起きるんですけど、今日は9時に起きたので6時間ぐらい寝ましたけど、普段は12時までに寝るようになったかな。もう本当にかりんちゃんとかともう毎日遊んでた時期、20歳から23歳ぐらいの時はもう4時寝、5時寝、6時寝、7時寝みたいな、もうバラバラすぎて、もう今絶対無理なんですけど、若さのおかげかその時期はもうオールに近いようなことを結構してて、はいって感じですね。睡眠時間はだいぶ増えました。はい、日本に帰ってきたら絶対に行くって場所があれば教えてほしいです。どこだろうな。絶対に行く、どこだろう。絶対に行くっていうのはないけど、焼肉とお寿司は絶対食べたいし、あとはでも温泉とかもこの前のオフで入ってめっちゃ良かったし、なんかやっぱり日本でしか食べれないものとか日本でしかできないことっていろいろあるので、それをなんかお店を特定してここっていうのはないけど、日本でやりたいことは毎回あります。じゃんけんするとき最初何出すことが多いですか？アイコになったら同じ手を出し続けますか？多分チョキかも。夫がもう私のじゃんけんを全部読んでて勝てたことないんですよ、私。多分顔に出てるのか、もうなんか無意識に毎回同じ順番で出してるのか分かんないんですけど、自分でもね、何で出してるか分かんないんだよな。多分チョキ。次パーかな。はい。海外の水は肌が荒れるって聞きますが大丈夫ですか？大丈夫ではないんですけど、正直大丈夫ではないんですけど、対策はできるかなと思ってて、例えばシャワーヘッドが変えられるお家だったら、シャワーヘッドをろ過っていうか、多分軟水寄りにできるシャワーヘッドとかが売ってるっぽいので、それにしたりとか、まあ、前のそのベルギーの家はそれが使えなかったというか、シャワーヘッドが取り外しができなかったので、顔は洗わないようにしてました。水で拭き取り化粧水とか、そういうなんか化粧スキンケア系のあれで拭き取ったりとかしててって感じですかね。まあ髪の毛は洗わなきゃいけないのでしょうがないんですけど、まあでも対策すれば、あと保湿しっかりしたりとかすれば大丈夫なんじゃないかなと思ってます。ゆうちゃんも何もしたくないってめんどくさい日はあったりしますか？あります、めっちゃ全然ある。
週1ぐらいはもうコロコロってして、まあ、夜ご飯と、まあ、洗濯とやらなきゃいけないことだけやって、もうそれ以外は何もしない日とか全然あります。はい、東京の時から全然ありました。もうコロコロ、ひたすらゴロゴロする日とかありましたんで、全然あります。お料理のレパートリーが多くていつもすごいなと思って見ています。どこかで習ったりしたのですか？ありがとうございます。あの、全然習ったりはしてなくて、独学っていうほど学んでもいないんですけど、まあ、作るようにしてたら、まあ、作れるようになったって感じなんですけど、例えばバリエーションとかレパートリーに関しては、例えば肉じゃがとか、そういうなんか基本的な料理を覚えて、それを他に応用するっていう感じでやってます。例えば肉じゃがの味付けでちょっと鶏にしてみようとか、あとはペペロンチーノの味付けをいろんなのに、例えば枝豆炒めたりとか、この前やったのはズッキーニと、あとあの余ってた野菜、パプリカとかかな、ズッキーニとパプリカとかをペペロンチーノ風の炒めにしてみたりとか、なんか一個味付けを覚えちゃえば、なんかそれを他に応用する、他の野菜とか、なんか冷蔵庫に余ってるものとかでやってみると、なんか自然ともうなんか野菜見て、わ、今日この何の味付けにしようかなっていう考え方になりました。っていうのも、でも全然レパートリーっていうか、その味付け自体もそんなに多くはないんですけど、なんかこれとこれ混ぜてみたら美味しいんじゃないかなとかでやってます。なんかやっぱり一番使えるのは白だし、白だし、白だしとポン酢とか、ポン酢にあの蜂蜜とかお砂糖入れるとちょっと甘くなって、なんか野菜つけたりしたら美味しいし、あとはめんつゆとか、めんつゆはあの揚げ浸しとか焼き浸しとか、なんかつけるのつけるのばっかだな、つけるのにもいいし、なんかそういうなんかの調味料にちょっと加えたりとかしてみるとちょっと味が変わって美味しいので、おすすめかなと思います。でもやっぱり一番大事にしてるのはニンニクと生姜はちゃんと生のものをおろすようにしてます。なんかやっぱりね、チューブと香りが違う、料理を作った後の香りが違う気がして、なんかやっぱりそこはこだわってる、こだわってるってほどでもないけど、ちゃんと生からやるとなんか違う料理になるというか、はい、そのくらい大事かなと思ってます。帰国したら絶対買って帰るもの10選 from ロッテズ在住者。お、一緒ですなんだろう、10個もないかもしれないけど、パック、パックはやっぱりヨーロッパであんまり見ないんですよ。こっちの人は使わないのかな、どうなんだろう、ちょっと未だに分かんないんですけど、ベルギーとオランダではあんまり見たことなくて、まずパックと、あとなんだろう、インナー系とか、あとはあのアジアンスーパーに売ってないちょっと特殊な調味料とか、柚子胡椒とか、それこそあんまり見ないんですよ。柚子胡椒とか、あとちょっと変わった出汁とか、あ、出汁、こだわってる、こだわってるとか、お気に入りの出汁とかは持ってくるようにしてて、あとなんだろうな、お洋服、パンツ系は特にサイズがなかなか合わないので、パンツは絶対日本から買ってくるようにしてて、うん、ぐらいですかね多分。福岡の美味しいお店を教えてほしいです。なんだろう、なんか決まっていくお店っていうのはないんですけど、どこ、なんていう名前だっけ、あれちょっと今名前がパッと出てこないんですけど、あの前にあげた福岡 Vlog で、あの焼き鳥屋さんと、あとうどん屋さんと、もつ鍋屋さんと行ったんですけど、そこは全部美味しかったので、よかったら行ってみてください。あとなんだっけ、友達と行ったなんかバルみたいな、バルじゃない、なんて言うんだろう、ちょっとワインとアヒージョとみたいな、カルボっていうお店も美味しかったので、ぜひ行ってみてください。あと家族と行くときは、あの鳥をなんか石みたいな、大きい石みたいな、焼肉版の鳥みたいなのがあるんですけど、鳥版の焼肉みたいなのがあるんですけど、それもめっちゃ美味しいんですけど、そのお店が確か地鶏食堂っていう名前なんですけど、そこもおすすめです。現地の言葉が喋れない時の対処法を教えてください。私はほぼほぼ喋れないので、あのでも翻訳機とかもとっさに出すのに時間かかっちゃうから、もう知ってる単語とかで身振り手振りでつなげて喋る。本当に難しい、例えば病院とか、あの単語自体もわからないとこだったら、あの翻訳機使うんですけど、とりあえずなんか知ってる単語で喋るとかかなって思います。
Vlog の投稿したいと思ってるんですが、おすすめのアプリとかありますか？私はパソコンで編集してるんですけど、もうここ2年何年だ YouTube 始めて、今年で2年目になるんですけど、フィモーラっていうソフトを使ってます。いろいろ他のソフトも試してみたんですけど、フィモーラがやっぱり初心者向けというか、操作がなんかもうそのまま触ったまま操作ができるというか、難しい操作がないので、フィモーラおすすめかなと思いますぐらいかな。それしか使ってないです。自炊ストーリー毎回楽しみ、ありがとうございます。実は料理アカウントも作ってるんですけど、もう本当に更新をサボりすぎて、ちょっとそろそろいい加減に更新しないといけないなと思って、写真をねちゃんとまとめたんですよ。私ご飯の写真をちゃんとまとめたんですけど、全然ね、そうちょっとご飯以外もあるんですけど、こんな感じでまとめたんですよ。ちゃんとアルバムを作って投稿しようって思ってたのにサボってしまってるから、そろそろちゃんと更新します。すいません本当に。だから最近ちょっとねストーリーにちょこちょこ載せるようにしてたんですけど、ちゃんとあっちのねアカウントも動かそうかなと思います。バンジージャンプ飛んでの感想を教えてください。正直言うと人生観とかは変わんない。なんかスカイダイビングとかでもバンジーでも言うのかな、わかんないけど、そういう話を聞いたことがあったんですけど、人生観は正直変わんないけど、なんか私昔からなんか自分ができないことがあるのが嫌なんですよ。まあ、もちろんできないこといっぱいあるけど、例えば小さい頃からなんか野菜が食べれないの悔しいとかで、今何でも食べれるようになったんですけど、なんかそういう自分の苦手なものに挑戦したい節がありましてで、まあ最近それが増してきてるというか、マラソン走ってみたいとか、そういうなんかバンジーなんてもうなんか一生でもう100万とか言われても絶対飛びたくないって思うぐらい、もういくら積まれても飛ばないって思うぐらい人生でやりたくないことの一つだったんですけど、マカオに行った時にギネス記録のバンジーがあったんですけど、うわなんかこれ飛んだ方がいい気がするなと思って、目の前でいっぱい人が飛んでって、うわって、でもなんかもうめっちゃ怖くて600何メートルとかで飛べなくて悔しすぎて、帰ってきてからも後悔してて、うわ絶対飛んだ方が良かったなと思って、日本でその時福岡に帰省してたので近場の熊本に飛びに行ったんですけど、でも本当に飛んで良かったとはめっちゃ思う。飛んで良かったとは思うんですけど、なんかそうやってなんか私多分変わってると思うんですけど、自分これができたから大丈夫っていう過去の経験が自信になるタイプで、例えば受験勉強とかもそうだし、今回のバンジーとかもそうだし、マラソンとかもそうだし、なんか自分があれができたんだから大丈夫って、その先にの人生の自信になるというか、それで飛んでよかったなって思う。ちょっと待って、ぐしゃぐしゃすぎてあれだけど伝わるかな。なので結果としては、その私の性格的に結果としてはすごい飛んでよかったと思います。もう飛ぶ瞬間の直前、もう台に立った時の緊張感がもう今まで人生で経験したことないぐらい、もうトップ5に入るぐらい緊張して、まあ、飛ぶ時もなんですけど、なんか自分の知らない精神状態に行けるじゃないけども、本当に結構極限状態になれるから、なんかもうやってよかったなって思います。人生経験として。12月にドイツに行く予定なんですが、服装が分かりません。ヨーロッパの冬はどれくらい着込めばいいですか？私はウルトラライトダウンにダウンを重ねるぐらい寒がりなので、去年の冬はそのくらいしてました。それこそ12月ドイツのクリスマスマーケット行ったんですけど、ニットと、その日はニットとダウンだけだったかなって言ってました。あとは あれだヒートテック、ウルトラなんとら、違うウルトラじゃない、なんだっけ、極暖ヒートテックを着ていけば大丈夫かなと思います。あと足元もね冷えるので、あったかめの靴下を履くのがいいかなと思います。あとマフラーマフラーも必須です。いつまでも相思相愛の恋愛ができません。恋愛できるコツはありますか？私がそんなねアドバイスできるあれでは全くないんですけど、私の場合はやっぱり好きな人とかだと、ちょっと頑張っちゃったりとか、ちょっとでもよく見られたいって思ったりして、なんかちょっと普段の自分とは違う
というかそんな感じだったんですね。でもやっぱりあの素でいられる人が一番いいと思うので、今もそうだけど自分のありのままで楽しく過ごせる人がいいんじゃないかと思うというか、なんか、うん、ちょっと質問の趣旨とずれちゃってるんですけど、でもありのままでいられる人、ありのままが楽な人がありのままの自分を受け入れてくれる人がいいかなと思います。ちょっと質問の趣旨と違って申し訳ないんですけど、もうねコツとかあの語れるあれじゃないので、全然あのそういうあのテクニックとかは全くわからないのであれなんですけど、自分がありのままでいてそれを好きでいてくれる人といるのがいいんじゃないかなと思います。ゆふちゃんが思うかっこいい女性ってどんな方ですか？自分をしっかり持ってる人、まあ、女性に限らず男性でも女性でも自分をしっかり持ってる、自分の意見を、それがなんか正しいとか間違ってるとかに限らず自分の意見をしっかり持ってる人はかっこいいと思います。最近のマイブームはありますか？メロンなんかオレンジのなんだっけ、カナンチャラメロンっていうのがオランダに売ってて、それを食べるのにハマってます。ちょっと甘いっていうよりはちょっとシャキシャキ寄りの野菜っぽい感じのメロンなんですけど、それが美味しくてよく食べてます。マイブームというかマイハマってる食べ物好きな航空会社ありますか？今度ヨーロッパに行くのでおすすめの航空会社あれば知りたいです。私アナとかジャルの日系というか日系っていうのかな、日本系の航空会社にまだあの海外に行くのに乗ったことがないのであれなんですけど、今までで一番良かったのはターキッシュエアラインかな、トルコの航空会社なんですけど、あのヨーロッパに来るのには多分ちょっと乗り換え、イスタンブールで乗り換えしなきゃいけなくなるんですけど、機内食が美味しいです。エコノミーで帰あの行き帰り乗ったんですけど、行きも帰りも美味しくてめっちゃ良かったです。免許は持ってますか？持ってます。オランダでは運転してないんですけど一応持ってます。今年挑戦したいことはありますか？ゆふちゃんの影響で先日10キロマラソンを走り決めました。おめでとうございます。お疲れ様です。なんだろう、私が次、スカイダイビングとかかな。やっぱり高所なのでちょっとそれを克服、やっぱりね、でもねバンジーやってもあの気球に乗っても高所克服できなかったの、多分克服は無理だと思うんですけど、まあちょっと慣れるという意味でスカイダイビングやってみたいなって思います。外出先でのおすすめの洋服のシミ取りはどれですか？アタックのシミ取り、もうね本当にあれはすごくて、あの前から使ってるんですけど最近すごいなって思ったことがあって、メイベリンのティント、あのめっちゃ取れないティントがあるんですけど、それがあのこのリップのチップの先がピッてなっちゃって洋服にパッて飛んだんですよ、もう細かい点で、でうわーみたいな、買ったばっかりの服で、鹿児島に友達と旅行に行く時のもう行きでそれやっちゃって、真っ白の服にもう点々みたいな、それが取れたんですよ、アタックで。もうずっとこうやっていろんな点々をこうやってちょん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 ってやってたら全部取れたので、やっぱあれはねすごい、いろんなの使ったんですけどやっぱりあれが一番使いやすいしコンパクトだしめっちゃ落ちるので、あれはいいなって思います。よく外出先でお洋服汚しちゃう方におすすめです。新婚旅行で香港ディズニー悩んでます。1泊2日だときついでしょうか？私行った時何泊だったかな、あれ3泊4日とかで行ったんですけど、ディズニーだけだったら1泊2日で行けると思うけど、あの他のいろいろやめ茶とかご飯屋さん行きたいんだったら2泊あった方がいいかなと思います。1泊でも行けないことはないって感じです。海外移住を考えてて、海外に引っ越す前の日本の家具家電は持っていきましたか？全部置いてきました。というのも日本とあの今住んでるヨーロッパ、ベルギー、オランダは電圧が違うので基本的に家電が全部使えなくって持ってこれてないです。なので友達にあげたりとかしてこっちに来ました。でも炊飯器とかはやっぱり日本のものの方が性能がいいっていうのを聞いてたので、海外対応してる炊飯器とあと海外対応してドライヤーは持ってきました。それ以外はこっちで揃えたものになります。口癖とかってありますか？結構とやっぱりこの動画でも言ってると思うんですけど、
言っちゃう。なんか喋る初めに多分言っちゃってる、無意識に。この間のインスタで上がってた白のスマホケース、どこのか教えてほしいです。これかな、これはバンドリアっていうところなんですけども、これ3つ目か4つ目かな、なんですけど、めっちゃよくって、例えば車運転するときとか、免許証だけ持ち歩きたいけどなんか財布持ってくのめんどくさいときとかあるじゃないですか。そういうときにもうここに本当にずっと携帯しておきたいものだけ入れておくととても便利なのでよく使ってます。まあクレジットカードとか1枚ぐらい入れてもうこれだけでパッと出かけれるようにしてるので、おすすめです。こちらゆふちゃんはお酒飲んで旦那様は飲まないと思うんですけど、最初気使ったりしましたか？めっちゃ飲みたいと思ってても彼が飲まないのでいつも我慢しちゃってお話聞きたいです。私もお酒は好きなんですけど得意ではないというか、一杯で限界ぐらい弱いので、日本に帰って友達といる時ぐらいしか飲まないので、あんまり参考にならないかもしれないんですけど、お酒、例えばこれアイスで置き換えるとか考えるとすると、一人の時に食べるか、それこそ友達と会う時にだけ食べるかとかにするかな。でも相手の考え方にもよると思うんですけど、旦那さんが例えば、その彼氏さんが目の前で飲んでも全然気にしないよっていうタイプだったら別にそれはそれでいいと思うし、人によるかな。でも逆にその気使わないでほしいって思う人もいるだろうし、そこは難しいと思うんですけど、もしちょっと気にするっていうか気を使うんだったら、一人の時か友達と会う時とか妹とか家族とかと過ごす時に飲むのがいいんじゃないかなと思います。ゆふちゃんはアサイは何ベースが好きなんですか？アサイってベースあるの？全然知らなかったんですけど、私が作ってる時はアサイとバナナとあとベリー系とかを入れてリンゴジュースでダーってやるんですけど、ベースってなんだろう、バナナってことかな。私の場合はどうなんだろう、ちょっと詳しい方教えてください。はい、バナナを入れてます普段は。好きな YouTuber いますか？私がよく見るのはゆちちゃん、前も話したんですけどゆちちゃんと、あとしおりのなんとなく日常、しおりちゃんと、あとはカリソとかなおちゃんもそうだし、友達のはよく見るのと、あとなんだろうな、あとはって感じですかね。はい、 Vlog 系を見ます。芸能活動やモデルさんを始めたきっかけを知りたいです。一番最初は小学校6年生の時にショッピングモールでスカウトしていただいて、そこからちょこちょこ福岡でお仕事させていただいてたんですけど、それからは一旦辞めたというか、事務所を辞めて勉強というか高校に普通に通ってて、また上京してから新たに今の活動を始めた感じになります。旦那さんと一緒に YouTube やってほしいです。はい、この質問もね、質問というか旦那さんと YouTube 撮ってくださいっていう質問じゃないや、旦那さんと YouTube 撮ってくださいっていうコメントもちょこちょこいただいてて、その予定は本当にないです。YouTube を夫と一緒にやるっていう考えは一切なくって、私の日常の Vlog に例えばこの前だったらトルコ行った時とかちょこちょこ出てもらうことはあるんですけど、やっぱり夫も夫で仕事があるし、このチャンネルはあくまで私のチャンネルとしてやらせていただいてるので、夫のファンの方がすごい見てくださるのはありがたいんですけど、例えば友達と旅行に行った時とか友達との Vlog を上げた時とかに、なんかあ、旦那さんじゃなくて残念ですみたいなコメントをちょこちょこいただくことがあって、なんか個人的にはそれがちょっと悲しいなっていうか、なんて伝えるのがいいのかちょっとわからないんですけど、あくまで私のチャンネルとしてやってるので、これからも友達とか妹とかに出てもらうこともあるし、もちろん夫にも出てもらうことがあるので、そこはちょっとご理解いただけると嬉しいなと思っています。はい、お気に入りのブランドを教えてください。メゾンスペシャル、フランクプロジェクト、ピヌエ、何着るか、最近スタイリングつないでるらへんが多いです。進路に迷うとき、悩みがあるときどうしますか？私は高校のときとか大学のときとかはもうどちらかといえば挑戦する道を選ぶ人だったかなと思います。高校のときも受かる確率がある大学とかよりも行きたい方を優先したりとか、
まあ、大学に福岡の大学いる時も、まあ、このまま4年通っちゃえばちゃんと卒業できて就職もっていう感じだったんですけど、なんか一旦東京に行っていろんなもの見てみたいなって思って、まあ、福岡にずっと住んでたので東京に、まあ、何回か行ったことはあったんですけどちゃんと行ったことはなかったので、ちょっと一回住んでみたいな、一人暮らしもそこで経験してみたいなっていうので一旦上京してみたりとか、まあ、今だったらどうだろう、その決断ができるか安定を取っちゃうような気がするんですけど、若いうちはやっぱりいろいろ挑戦できるチャンスがあるので、いろいろ本当にやってみるのがいいなと思います。それで後悔してないし、今の道が今の道で良かったなって思うことがよくあるので、やりたいなって思ったことは一回ダメそうでもやってみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。海外帯同主婦仲間です。スーパー週何回くらい行きますか？朝から夜までどんなルーティンですか？毎日何してるだろうな、もう一日気がついたら終わってる感じなんですけど、スーパーは週 2,3 いや2日に1回か、2日に1回は行きますね。なんかあれがないとか気づいたりとか、まあ、食べる量自体も多いので、あの買う量も多いんですよ。だから1回じゃ買い切れないこともあって、結構毎日近くのスーパーだったら行ったりとか、最低3日に1回は行きます。もうすぐ入籍しますが不安。夫婦仲良しの秘訣は？夫婦仲良しの秘訣は、これもねちょこちょこ質問いただくんですけど、何っていう風に考え、これをしてますみたいなことは一切なくって、なんだろうな、でも自分と同じ考え、全く同じ考えを持っている人間っていないと思うので、なんだろう、相手を認めるじゃないけど、お互いを尊重する、相手の考えもだし、例えば生活の中でルーティーンとかもあるかもしれないし、これを決めてるとかもあるかもしれないし、相手お互いをこう認めるっていうか許すじゃないけどって感じかな感じです。気持ちが落ちてしまった時は何をして過ごしてますか？元気の源も聞きたいです。私は考え方がもともとネガティブなので、もちろん落ち込んでしまうこともあるんですけど、そういう場合は大体友達と話すかな、 LINE したりとか、会えたら会いたいんですけど、あとは旦那と夫とどっかちょっとその辺カフェ行って喋ったりとかかな。やっぱり周りはポジティブな人が多いので、なんか落ち込んじゃった時とかはそういう人からポジティブエネルギーをもらいます。はい、というわけで結構答えたんじゃないかな、どうかな、ちょっと編集して短くなっちゃってたらあれなんですけど、結構答えたんじゃないかなと思います。たくさん質問を送ってくださってありがとうございました。はい、あの私の動画を見てくださってる方はもしかしたら結構ね被ってる質問があって、これ前も聞いたよっていうのがたくさんあると思うんですけど、ゆっくり楽しんでくださってたら嬉しいです。というわけで見てくださってありがとうございました。また半年後くらいにできたらいいかなと思います。バイバーイ。